はい、じゃあ Q&A コーナー197来ましたね。あれですか、第200回には記念すべき何かあるんですか。いや、どうしようって感じですよね。まあぴょんぴょんには出てきていただきたいピックアップクエスチョンっていうのもありですよね。はいはいはい、はい、7班セレクションで逆質問コーナーでもいいかもしれないですよ。あ、こっちから聞くみたいななるほどね、教えて視聴者様ですけど、それこそ、はい、よくやってるやつですね。はい、はい、いきますか。はい、このコーナーですね、皆さんがですね、謎に思ったことをお質問していただきますね。それは私が適当でございますので、このコーナーをよくご覧いただきたいと思いますので、皆さんまでコメントしてみてください。素晴らしいコーナーになっております。最初のご質問ですね。ヘルメットの重さに負けないよう首の筋肉を鍛えています。他にあまり知られていないけれど鍛えておくといい筋肉ってありますか。筋トレの質問ですねこれバイク乗る前提ですかね。あの三頭筋を鍛えておくといいですよ。肘が痛くなりづらいそうです倍接骨院ですけどどうでしょうこの回答は。バイクって別に筋肉じゃないですもんね。まあ、なんか最近あの SR500 が前も乗ったんですけど、はい、クラッチがすっげえ硬いじゃないですか。じゃあ握力握力別に筋鍛えておいた方がいいじゃなくて、はい、勝手に鍛えられそうだなって感じが。あ、握るたびにそうそうそうあればっかりしたら握力つきそうだなって。確かに危ないですね。危ないですね、はい、バイク自体が筋トレマシンということですね。鍛えておくといいというよりはもうバイクに乗ることがもう筋肉を鍛えるということが回答でいいですか。だからプロテイン飲んでからバイク乗ればいいんじゃないですか、ね、違うか、乗った後にプロテイン飲めばいいのか。 そうですね、そんな感じですかね。はい、おすすめです。まあ、実際筋肉じゃないですからね、容量ですからね。あの筋肉で解決しようとするといつまでたってもうまくならない説もありますから。力ずくで乗ってる方いっぱいいますもんね筋肉っていうのも体操した方がいいですよね。あ、柔軟的な、はい、そうですね。あと割となんか算数的な要素の気もしますけどね。要は考えりゃ分かるっていうんですかね、その乗るにあたって地面の様子と。だ、乗るって言っても別に走ってる時はどうでもいいわけじゃないですか、うん、引き起こしとか取り回しでしょ。なんかその時なんか全部そういうのなんか数学的なものの気がしますけどね。バランス的な部分だったりとか、例えばバイクの上側と下側で重さ違うわけじゃないですか。あ、要は同じ10キロのパーツがついてても感じ方は違うわけじゃないですか。なんかそういうものとか、なんかそんなに簡単な難しい話じゃなくてそんな感じがしますけど、まああんまり深く掘り下げてもしょうがないんで、三頭筋ということでいいですか今日は、はい、質問です。柴田さん、奈良原さん、こんにちは。私は2022年からバイクに乗っている20歳の新米ライダーです。車種は他社で恐縮ですが CB650R です。いいの乗ってますね、20歳で、うん、現在楽しいバイクライフを満喫しているのですが、ふと柴田さんが言っていた良いものを良いものだと分かるにはそれなりにテクニックが必要だという胸の言葉がよぎることがあります。私は今乗っている CB650R が初バイクで、バイクに乗り始めてから日が浅いこともあり愛車の良さを全然分かってない気がしています。そこで質問です。愛車の良さをもっともっと理解するために私にできることはあるのでしょうか。今も十分楽しく乗るたびに俺のバイクかっけえなぁとこぼしたりしているのですが、たまに俺はめっちゃ楽しいけど愛車は退屈しているかもなどとおせんちな気分になってしまうことがあります。気になって逆立ちでしか眠れないのでご回答のほどよろしくお願いしますって言ってますね。もうだいぶネタがなくなってきましたね、その眠れないシリーズは少し苦しさがちなみにあのこれは一番七半さんが聞かれて困る質問が出ちゃいましたねどういうことですか。え、こう愛車の良さをもっと理解するために私にできることはあるでしょうか。持っていながらにして良さを一つも理解していない奈良原さんにとってみればもうこれはね、全部どうでもいいんでしょ、置いてあるバイクそんなことないですか、ね、そんなことないですか。そんなことないですけどね、大事ですよ乗るたびに俺のバイクかっけえなってなりますか。じゃあおだいぶ苦しい質問でしたちょっとやめときましょうかいや、かっこいいなと思いますけどね。ただ昔のようなこの20歳の新米ライダーですっていう時のはい、感動はもうなくなっちゃってますけど、あのふとどっかコンビニかなんかの窓ガラスに映る信号待ちの自分のバイクがかっこいいとか、そんなときめきはもう見向きもしないってことですよろしかったでしょうかまあそんなわけであれなんですけど、これはちょっとこれ結構難しい話になっちゃうんですけど、でも難しくなる前に結論からいくと、まああんまり難しく考えなくていいんじゃないっていうなんか全問答みたいになっちゃうんですけど良いものを良いものだと分かるにはそれなりにテクニックが必要だっていうのをあまりその買いかぶった言葉として考えなくていいですよっていうことですね。じゃあ俺は運転技術を磨いてとかっていう話ではないですよっていうことですね。と、物には基本的に価値というのがあってですね、その価値というのはですね受け取り方によって変化するのですよ。これがそれなりにテクニックが必要だの真理かなと思うんですよね。その良いものを良いものだと分かるにはテクニックが必要だ、それって、難しいんですけど、例えば本当の
価値、本当の価値、字が分かんねえ、本当の価値ここと、するじゃないですか。これ映ってます、7半径的に、うん、何ですか、ね、これは、相対的なものになるわけですよ。第三者が見た、相対的な価値、要はあなたのバイクは査定100万円ですとか、このバイクは新車で定価100万円です、これが本当の価値ですね、金銭的な価値ですけどね、これはなんかこれ分かりますかね、うん、まあ、ちなみに大体の場合お金を払って買う人たちってこの辺にイメージを持ってるんですよね。これよりも下だったら買わないんですよ。だからこれは本人にとっての価値ですね。まあ人間にあれか、西手地みたいなやつかだからこのギャップがあるからお金を払ってる、この間のお金を払ってるんですよ皆さん。実際はもちろんここがゼロとするじゃないですか、価値ゼロしたら、こっからここまでのお金を払いながらこっからここまでのものを手に入れてるので、お得なんですよ、お買い得なんですよ。これ意味わかりますか、ちょっとわからないいいですか、本当の価値は100万円、じゃあ定価100万円の新車があったとするじゃないですか、本当の価値はここです。これは金額的な価値です。なぜかというと、誰もがみんな同じ価値として捉えようとした時の裸の価値はここなんですね。つまりこれを、これここがそこだとしてね、価値ゼロがここじゃないですか、当然ここまでの間っていうのが本当の価値になるわけじゃないですか。でもここの位置を正しく判断できてしまったらこれは買わないんですね。あくまでお金のとしての100万円よりも俺にとっては価値があるよというこの付加価値の部分ですね、ここが本人にとっての価値として重要な、ここのポイントの話になるんですよ。これはその金額の価値では表せない部分になるっていうことですね。それちなみに奈良原さんは全部ここで見てると思うんですよ持ってる愛車たちを。で、まあそれは置いといて、置いといて、ここまでは分かりますかこれなんとなくなんとなくで、ここはここが本当の価値だとして、これは例えばですけど、こっから先っていうのが腕の見せ所なんですよ。これは例えば本人の勘違い、まず一つ目、必要以上にかっこいいと思い込んでるっていう本人の勘違いだったりとか、もしくは、マーケティングの洗脳によるヒストリーによる価値、わかりますかこれ。ポルシェ911はエンジンがリアについていてその伝統を守っている、だから911じゃなきゃダメなんだっていうのは本当の価値とはあまり関係なくて、そこにヒストリカルな価値が乗っかるわけですよ実際には。だから、この100万円以上のものを、まあ、100万じゃ買えないですけど、100万円以上のものを払っても買おうとする。 Z900RS は伝統のって、いろいろそういうのが、まあ、いろいろ付加価値がつけてあるわけですね。だからそういうイメージの部分だったりとか、単に本人が必要以上に好きだったりとか、所有して1年間乗ったことによっていろんな思い出ができて愛着ができましたの価値だったりとか、様々なんですけど、これは他人からは判断ができない本人のみが持つ価値、ここの勘違いと呼んでしまいましょう。ここすごい乱暴な理論ですけど、この勘違いの部分をいかに上手に、使うかによって、さっきの質問のこれ内容はあれですよね、愛車の良さを全然分かってないような気がするっておっしゃってて、でここがここに負けたら手放す時なんですよ。これここが本当の価値が当然下がってきますね。2万キロ走ったから100万だったものが60万になっちゃった査定でとかね、本当の価値は下がっていくじゃないですか。でもそれでもここの部分の上の価値が残っていたら、これ多分運転してる方は見れないと思うんですけど、この本当の価値より上の本人にとっての価値の部分が減ってしまった場合、負けてしまった場合、手放すということになるので、まあそこが負けない限りは本当の価値が下がっても本人にとっての価値があれば、まあバイクは所有することができる、愛し続けることができるという形になるんですね。でこれを上手に増やしていく人もいるんですよ。本人にとっての価値がどんどん乖離して上がっていく、その本当の価値に比べてっていう場合もありますし、大体の場合負けてっちゃうですよね。初めから付加価値を一切見ないっていう奈良さんみたいな方はここがないんですけど、強いて言うと今これを買っとけば後で高く売れるかもしれないっていう付加価値を持ってる場合はありますけど、基本的にはまあそれ以外の付加価値はないと思うんですけど、でこれを別の例で話しましょう。ちょっと分かりづらかったのであれば、奈良さんが洋服を買いに行きました。俺ばっかじゃんそこにだって一人しかいないの奈良さんが洋服を買いに行ったとするじゃないですか、はい、で普通にどれがいいか分かんねえやってなったとするじゃないですか。服を買おうと思ったけどよく分かんないどれがいいんだかってなってる時に、店員の人が来てくれて、いらっしゃいませ、いやちょっとさ、なんか羽織るアウターみたいなものが欲しいんだけど予算2万ぐらいでって言ったとするじゃないですか。
その時に店員さんが出してきた服がを着てみたら、あ、よくお似合いですよって言われた場合、その服には第三者によってこの付加価値が付けられた形になるんですよね。それを奈良半君が信じればですけど、例えばあなたはこういう体型でね、そして今年の流行りはこれだから結構あなたに合ってますよこの服が、みたいなことをうまく言われたら、ちょっとその気になっちゃって買った後もその服がいいと思って着続けるじゃないですか。さっきのスクーターの話じゃないですけど、さっきというか前回かな、これって分かります、うん、多分ただ自分でどれがいいか分かんないけど迷いながら買った服よりも、第三者お店の店員からこの服ってすごくあなたに似合ってますよねって言われて、それを信じて買った服の方が多分その時のことを覚えてるから、その服は特別な時に着るようになったりとか、やっぱりお気に入りになったりしやすい、付加価値がつきやすいんですね。お気に入りになりやすい、なんか分かります？これ、それがその本当の価値以上の付加価値を第三者がつけた場合なんですよ。だからこれは自分でつけることもできる、本人にとっての価値はね、だし、他人からつけてもらうこともできるんですよ。それはお店の腕の見せ所なんですよ。いかにお客さんが本人にとっての価値を高めて乗っていられるか、すごく分かりやすい例を言うと、これ昨日入ってきたばっかなんですよ。だからお客さん本当になんかすごいタイミングですね、これきっと運命ですよ、これお店側からお客さんにつける付加価値ですね。それをお客さんが信じたら、まあ現実嘘つくわけじゃないですけどね、信じたら、まあ実際そうだったとして、これは俺にとっての運命のバイクなんだって思えれば、それって本当の価値よりも付加価値を外部の人間の言葉によってつけられた形になるわけですね。洋服と一緒ですね。なので、そういうですね、付加価値、はい、をいかにつけるかが、良いものを良いものだと認識しながら、まあ良いものは良いんですけど、実際ね、性能がいいバイクは性能がいいしね、ただそれはそれを超えることはないですよ。ここの価値を超えることはない。いくらいいものを作ってもそれなりの値段がついてくるんだから、それに対して、自分がさらにプラスアルファの価値をつけることができるかどうかのコツは、そういう構造を理解しておくことだと思います。なので、結果としてはですね、たくさん乗ったりとかですね、今やってる俺のバイクかっけえなとかですね、そういうことを考えること、逆に俺はめっちゃ楽しいけど愛車は退屈してるかもという邪推はですね、これを下げる形になります、はい、当たり前ですけど。なので、しない、これがですね、楽しむ秘訣なんじゃないかなという感じで、これで逆立ちしなくても眠れるようになりましたかね。はい、ということで今日の Q&A コーナーこの1個で終わりでいいですか、はい、なので物の価値にはですね、いろんな種類があって、結局決めるのは自分ですよっていうのがですね、答えにはなるんですね。全問答みたいになっちゃいますけど、はい、繰り返してるとね、はい、人にうまくつけてもらったり自分でつけたりしてですね、大事にしてください。はい、ニュータンタン麺のご回答ありがとうございました。ニュータンタン麺でお腹痛くなってしまうので食べないことを決意し解決しました。他にも悩みができました。インドカレー屋さんで本格的なスパイスカレーを食べるとトイレにこもります。ニュータンタン麺を諦めたのにインドカレーも諦めることはできません。何か良い方法はないでしょうか、教えてください。何の話これもう覚えてない別にインドカレーで辛くなるんだったら、インドカレーの中でもココナッツカレー的なやつ選べばいいんじゃないの、味付けがスパイシーなものをあえてチョイスしないでいっぱいありますからね、はあ、バターチキンカレーって大体平気ですからね。インドカレーだって言っててもピリ辛のものは出てこないじゃないですか。だし定番だから、バターチキンカレーを取り揃えてないインドカレー屋さんって見たことあります？ないですね。なので、うん、はあ、インドイコール辛いものっていうわけじゃないと思うんですよね、それを考えたら。奈良さんはいつも何食べてるんでしたっけ、こういうカレー屋さん行くと。マトンとか。ああ、ちょっと変化球狙いなんですね。野菜とか。はい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 、そうですね、そういうの行きますね。あと日替わり。はい、絶対日替わりないですか、ああいうとこって。ありますね割とちゃんと日替わりって工夫されてるケース多いですからねちょっと楽しみに行きますね。自分もマトンはやっぱりついベッドしてしまうタイプではあるんですけど美味しいですよね、はい、そうですね。というわけでですね、ぜひこれからもですね、諦めずにカレーを食べ続けてください。種類が相当あるんで、これは腹やられるんだなとか、これは平気だなっていうパターンもあるかもしれないので、ちなみに望月くんがうちのお店のね、うん、36時間の絶食をしたっていう話があって、でそれはなんか腹が痛いって言って食当たりっぽいって騒いでたんですよこの前。でフランクフルト4本いっぺんに食べたからじゃないって心の中では思ったんですけど、なんか分かんないけど腹痛いですよって言ってたから、お大事にって言っといたんですけど、その後36時間絶食したら腹の痛み治りましたって言ってたんですね。で今日揚げ物食ったらめっちゃ腹痛くなっちゃったんですけど、まだ治ってなかったのかなって言ってたから、お大事にって言っといたっていうエピソードもあるんですけど、はい、そんな感じでございます。どういうこと
要は戦えってことですよ。はい、戦え。そうです、はい、痛くなるから食べないじゃなくてね、戦えってことですね。はい、餌類に乗ってます。最近鍵を紛失しました。赤い鍵を持って販売店に行き、新たに鍵を作っていただけるように依頼しました。担当してくださった方に教えてもらったのですが、ヤマハに真っさらな鍵を注文して鍵屋さんに溝を作ってもらい、バイクのコンピューターと接続して完成。私は赤い鍵をヤマハに送って完成した鍵が送られてくるかと思っていました。防犯上細かく教えていただけないと思いますが、コピーを作るときに赤い鍵はどの時点で使われているのですか。赤い鍵がないと本当にコピーを作ることはできないのでしょうか。はい、できないです。まあ厳密に言うと最近できるんですけどね。まあもうそれ以上は言えないけど、ね、これサービスマニュアルに載ってる情報なんで別に言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、簡単に言うと赤い鍵と黒い鍵両方用意するんですよ。新しく作った黒い鍵とお客さんが持っててくれてるスペアキー制作用の設定の赤い鍵で、それであるコマンドを入力すると昇竜拳が連続して出るんですよねっていうのがまあオチです。だから鍵が全部出来上がって、最後その出来上がった鍵をエンジンがかかるようにイモビライザーに登録する作業の時に必要になる。一番最後です。つまり最初ではなくて、ただコピーキーコピーをする時にもその溝が必要になるんで、多分お店には預ける形になったんだろうなとは思いますけども、はい、ヤマハに赤い鍵は送ってないですよ。はい、そこまで面倒見のいい会社じゃないんで、とりあえず鍵送っとくからあとやっといてっていう、溝も掘ってない鍵が届くんで、はい、そんな感じでございます。よろしかったでしょうか。というわけで、今日の Q&A コーナーいかがだったでしょうか。ほぼわけわからない付加価値の話で終わりましたけど、そうですね、はい、この動画確かにどっかのタイミングでどっかの Q&A で話してたと思うんですけど、はい、いいものはいいものだと分かるのにそれなりにテクニックが必要だっていう、はい、千葉さんがすごい言い切ってましたけど、偉そうじゃないですか。なんかそれその動画を見た感じの、はい、意味合いと回答の意味合いは全然違いそうって気がしますから、もう私の頭はゼロからスタートしてると思ってくださいもう覚えてないですもんね、千葉さんこれ覚えてない。だこれ質問くれた人、あれなんか随分なんか180度話がっていう可能性もありますけどいや、おそらくそうだと思います。おそらくそう、はいはい、まあでも要はね、価値は人に決めさせるんじゃねえ、自分で決めるんだ、これがですね、相対的な価値に惑わされるな、これがですね私からのご意見ということで、綺麗にまとめちゃうっていうのはどうでしょうかどんどん更新されてきますからね、島さんの。そうですね、回答も、はい、まあそんなわけで成長してるのか退化してるのか知りませんけど今日はこの辺でお別れということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。